除菌のですね、まあ、優勝パレードの話ですけれども、先日、まあ、アイランも書いてますけれども、これは関係しているものだと、知事は補助金とは別事業だと言ってますけれども、その当時のもともとですね、23年12月の補正で、この補助金がですね、最初、財政から1億円の査定だったものが、2日後に3億7500万円になり、そして知事の切りがいい数字ということで、それが2500万円も積み増されて4億円になる。そしてその同じ時期に寄付がなされている、これは非常に不自然だと思うんですけれども、これは補助金適正化法違反に問われたり背任に問われるというちょっと次元が違う問題だと思うんですけれども、その点はどうお考えでしょうか。知事はこれ自体ですね、自分たちで調査をするとかですね、そういうことはしないんでしょうか。県政にとって本来予算の執行にとって非常に重い法律的な問題をはらんでいると思うんですが、これまで述べています通り、金融機関に対する補助事業とパレードの寄付というものは時期は予算を組み立てた時期はとパレードの寄付を集めた時期は似てます、近接してますけども、それぞれ別の対応でやってきたと思ってます。教権は財政課の査定が1億円だったものが2日後に3億7500万円になるのような、そういういい加減な財政の査定をやっている県庁なんでしょうか。予算の積み上げは、まあ、やっぱり必要な見積もり、それからその時の情勢含めて、みんなで議論をしながら積み上げていくものですので、財政含めて予算の査定や組み立てはきちっとやっているというふうに思っています。知事は2500万円をなぜ積みましたんでしょうか。これまで述べております通り、予算とか事業っていうのは打ち出しっていう言葉をよく使うんですけど、例えば900万とかよりも1000万という形で打ち出すという方が切りがいいというところで、打ち出しの観点から切りよくするという判断は、これは一般的な財政や予算の組み立てのときに、これまでもよくあった話ですので、それでやらせていただいたということです。900万円と1000万だったら100万ですけれども、3億7500万円と4000万では2500万円です。知事にとって2500万円、それは寄付の額にもほぼ似てるわけですけれども、2500万円というのは切りがいい、良くないで片付けられる、県民にとっても相当なお金ですけれども、そういう2500万円はその程度のお金なんでしょうか。その程度のお金って思っていることは決してなくて、大切な県民の皆さんの税ですから、そこは3億7500万という数字で予算を出すよりも4億円という形で出すことが、中小企業への伴走型の支援として、やっぱ県がしっかりやろうとしているということで伝わる意味も含めて、その額でいってはどうかということを当時指摘したということですね。最後に伺いますけれども、知事は先ほども聞きましたけど、私自身秋田県の取材をしていたときに90年代ですけど、やはり知事と同じ自治省出身の佐々木菊次さんという知事がいて、彼は食料費問題で自民党から辞職要求を突きつけられてすぐ辞めました。それは自治省の経験者、総務省の経験者であれば辞職要求、それが不信任につながり、そしてまた予算の執行も何もできなくなる、法律上みんなそれが分かっているからだと思います。そしてそれで自分が続ければ一番迷惑を被るのは県民だと分かっているからだと思います。知事も同じように地方自治法が分かりながら、今これだけの状況、86人全員の県議会議員が反対を突きつけ、辞職を突きつけ、不信任決議も出て、いずれにしても不信任が可決されて県議会を解散しても、いずれは知事は辞めなきゃいけなくなると思います。それでも知事は辞めないんでしょうか。今でもこの状況になっても辞めないんでしょうか。その辞めないのかということと、その理由をですね、県民の負託とおっしゃいましたけれども、県民の負託はもうすでに裏切っていると思います。どういう理由で辞めないということを説明するんでしょうか。今、述べられたこと、秋田の元知事さんの経緯も含めて、そういった事情は真摯に受け止めたいと思いますけど、私としてはこれまで述べさせていただいている通り、調査への対応、それから9月補正当初予算含めてしっかり仕事をしていきたいという思いで、それが負託を受けた立場としての思いですから、それがこれから
まあ、明日議会からの厳しい申し入れもあると思いますけども、まあ、そこが県民の皆さんにそれでも仕事をさせていただきたいという思いを理解いただけるように頑張っていきたいと思います。県民に恥ずかしいとは思わないですか？はい、いろんなご指摘があると思いますけど、私は一つ一つの仕事それから対応をきちっとやっていくということです。いまだにそういう言葉を繰り返すこと自体が県民をバカにしていると思うんですけれども、そういう指摘に対してどう答えますか？県民をバカにしているんじゃないでしょうか？いずれはこの問題が去ると、そこまで県民を軽視するんでしょうか？先ほど維新や自民党の議員に対しては泣いてましたけれども、県民の皆さんには今の状況を招いていることについては本当に申し訳ないというふうに思っています。25日のですね、調べにですね、戻りますと、さらにおかしな事実というのが判明をしているところでございます。あなたがですね、これなんやと、阪神タイガースの優勝パレード、信用金庫の補助金を増額し、キックバックさせることで補った。なんやこれ。これ、文春オンラインにも音声が出てるんですけど、こちらの百条委員会でも音声聞きました。で、当初ですね、補助金の増額そのものをあなたは否定してましたが、財政課長が1億から4億に増やしたというようなことをですね、詳細に、データで示したということで、まあ、増額が事実であったことは分かったんですけれども、私どものですね、資料が提出されておるんですが、県民生活部の方から。パレード前にはですね、50万円しか信用金庫からは補助金が集まってなかったんです。失礼しました。信用金庫のまあ寄付ですよね。これ50万しか集まってなかったんですよ。それがあなたが訪問した後ですよね。で、具体的にはパレードの後にこれ振り込まれてるんですけども、総額が2000万円になってるんですよ。50万円が。あなたが行ったことによって1950万円増額されてるんです。いろんな補助金が入ってるところ。これなんか具体的に2000万というちょうどになってるんですけど、2000万集めてくれって信用金庫の訪問された理事長に言われたんですか？金額、ちょっと今日の内容と違うんですけれども、それはよろしいでしょうか。記憶の限りでお答えできる範囲でお答えください。はい、お願いに行きました。具体の金額を頼んだ覚えはありません。できる限りのご協力をお願いしますと言いました。まあ、これ委員もですね、資料を持ってまして、極めて、パレードが終わってからですね、寄付するっていう、これもまた不可思議、宣伝にもなりませんしね。それから優勝パレードの関連のことで伺います。先日片山前副知事がですね、百条委員会に出られた時にですね、まあ、優勝パレードについて、金融機関に寄付集めをお願いしたということをおっしゃられています。その寄付の大半が1950万円だったと思いますけれども、優勝パレードの後になされています。知事から片山さんにですね、寄付を集めてこいというような趣旨の指示はされたことはありますでしょうか？特にしてないと思います。そこは県民生活部の方がしっかりやってるということでお任せしてましたね。はい、じゃあそれ、片山さん、金融機関を回られてお願いしたということを百条委員会でおっしゃられているのですが、それは片山さん勝手にやったということでよろしいんですか？勝手にやったというか、それぞれ寄付を声かけを含めてしっかりやらなきゃいけないですよねって話はしてましたけど、どういったところにどういくかというのはそれぞれの判断でやったと思います。知事のもとにはですね、まあ、優勝パレードでどの程度のお金が集まったとか、どういう企業が寄付をしてくれたとかですね、詳細な資料届いていると思います。優勝パレードが終わってからですね、県内の金融機関から、1950万円と先日百条委員会で出たような記憶がありますけれども、それだけ高額なですね、寄付があったというのは認識されておられましたでしょうか？パレードの時にクラウドファンディングがなかなか集まらなくて、それで寄付をやっぱりしっかり集めなきゃいけないよねっていうことは聞いてましたし、パレードの直後も、まあ、なかなかの寄付が集まってない状況にあるということは聞いてましたんで、まあ、そこはしっかりやりますということが当時の県民生活部からの報告でしたので、具体的にどこでどういってどういう状況になっているかというのは私は詳細は聞いてなかったと思いますね。もうお任せてました。いや、聞いてなかったもいずれ資料は来るじゃないですか、知事のもとに。
こういう企業が、寄付してくれましたとかですね、こういう企業は、プラチナの スポンサーになってくれました、ゴールドメンバーでしたとか、おそらく資料を見られているので、それを見ていくと、パレードの後にですね、何らメリットがない、例えばバスに企業のロゴが入らないとか、そういう中でですね、寄付をしている、それも県内の兵庫県内の金融機関が、10以上ある、これおかしいと思われませんでしたか？何のメリットもないんですけど。まあ、そこは当時県民局、県民生活部がしっかり努力しますというところでやるとおっしゃってたんで、まあ、それは任せますということでやってました、はい、結果的になんとか集まりそうですということを報告を受けて、あ、よかったねというふうに私は安堵したというのを記憶しますね。片山さんはですね、県の保証協会の理事長をされておられました。まあ、保証協会というのは金融機関から見たらですね、 ある意味で中小企業融資のですね、親玉みたいなところで非常に権限があるところだと思うんですね。そういうところのトップでいらっしゃった片山さんが、金融機関に行って、寄付してくれと言うと、金融機関の方はいやもう天の声だとおっしゃられてました。で、片山さんは斉藤知事から指示があって、お願いに来ているんだと、斉藤知事のメンツを立ててほしいとも金融機関の方におっしゃってられるという記録もあります。そういう中で斉藤知事はご存知でなくても、片山さんがそういう動きをされておられるということであれば、これはある意味県の圧力でありというようなことになりかねないと思うのですが、その辺ご見解をお聞かせください。当然寄付パレードが終わった後は決算を打っていかなきゃいけないので、それは寄付が足らないということであればしっかり頑張りますということはおっしゃってましたので、まあ、そこはいや頑張ってくださいということでお願いしてましたので、まあ、その中でいろんな、まあ、営業活動をされたんだと思いますけども、まあ、そこはやっぱり相手のとの話し合いの中で双方で、まあ、分かりましたということで合意してやってると思いますので、まあ、そこは片山副知の方が県民生活部とともにしっかり連携しながらやってたというふうに私は思っています。いや片山さんがその直接頼みに行くこと自身が圧力になるのではないかなと思うんですが、その辺の見解はいかがでしょうか。まあ、いろんな形でお願いをするということはなんていう、それが圧力かどうかっていうのは当たらないんじゃないかなと。もちろん向こうが先方が無理だといえばそれは無理ですから、まあ、そこは双方の話し合いの中で、ああこれはできますよということであれば、そこは合意に基づく寄付だとは思いますね。やっぱり私は片山さんがそういう立場にいらっしゃって、という、まあ、副知事であり、信用保証協会の理事長という立場にいらっしゃって行かれるのは圧力に当たるのではないかなと思うんですが、まあ、知事は道義的責任ということに関しては全然意味わからないとおっしゃられていましたが、使用者責任とか監督責任とかいう言葉については意味ご存知でしょうか。そうですね、使用者責任、監督責任というのは分かっています。片山さんが行かれることで圧力に感じてた、圧力をかけられた、まあ、現に元県民局長への事情聴取についても圧力がかかっていると思いますけれども、知事に、使用者責任、監督責任はなかったのでしょうか。もちろん私がいろんな業務とかいろんな仕事で使用者責任とか監督責任はあるということは言えます。まあ、ご指摘いただいたところはそれぞれ片山副知事であったりとか人事課の方がそれぞれの方で、まあ、ちゃんと対応してて、それはいろいろお願いをしたりとか、そこは向こうとの合意の関係でもちろん断られるケースもあるでしょうから、そこはちゃんとやってたというふうに思います。ですね、この優勝パレードの件に関してはですね、この間の百条委員会でもですね、3億円、1億円にプラス3億円に上積みされて、その対象となる金融機関から、寄付があったのが1950万円ということで、単純に3億円から1950万円を引くとですね、
約2億8000万とかそれぐらいになるんですけれども、要は、約2000万円ほどの寄付を得るのに3億円をこれ県が余分に税金から支出したというように私には思えるのですが、知事のご見解をお願いします。そこは違うと思いますね。あくまで、その事業については中小企業の支援をするために金融機関と連携しながらやっていくというものですから、まあ、実際補助金の交付については年度またいで確かやってる、今もやってるところなので、そういった資金自体もその時にいってるわけではないということですし、そこはなんていうかご指摘とは違うと思いますね。この優勝パレードの件についてですね、9月2日付でですね、大阪地検特捜部に刑事告発がなされています。被告発人は斉藤知事と、片山前副知事、それから共犯関係にあるということで金融機関の方々も、指摘があります。検察の方から知事に対して事情聴取の要請はありましたでしょうか。特にありませんし、私もそのちょっと状況は承知はしてません、事情聴取の要請があればご対応されますでしょうか。ちょっと仮定の話ですのでお答えはさせて。アークタイムズの尾形と申します。こちらです。はい、知事、まずお聞きしたいんですけれども、今もありましたが、先ほど維新や自民の議員への思い、まあ、擁立してもらってですね、その人たちに辞職を求められていることについて聞かれて泣いてましたけれども、知事は本来は泣くべきは県民に対してではないんでしょうか。その命を落とされた職員に対してではないんでしょうか。そういった思いは知事は県民や県職員にはないんじゃないんでしょうか。そこをまずお聞かせください。今の状況になっていることについては、県民の皆さん含めて職員の皆さんもそうですけど、全ての皆さんにもうすみません、もうちょっと大きい声で喋っていただけないでしょうか。ここにいてもよく聞こえないんですけど、今の状況になっているということについては、県民の皆さん、それから職員の皆さん含め、すべての皆さんに申し訳ないというふうに思っています。はい、それだけでいいんですね。その涙をするとか、そういった気持ちは自民党や維新にはあるけれども、県民や命を落とされた方にはないんですね。そういった意味ではなくてですね、私も感情が出たということはありますけども、やはりすべての方々に、まあ、今の状況になっていることについては大変申し訳ないというふうに思っています。ですね、先ほど来ずっと県民の不託とおっしゃってますけれども、3年前の大臣がおっしゃったのはこういう言葉でした。生まれ育った兵庫を少しでも良くしたい、大事なふるさとを前に進める、これが斉藤さんの県民に対する約束であり、県民はそれに付託をしたんだと思います。今斉藤さんがやっていることは少しでも良くするどころか、どんどん兵庫県を後退させていって、ふるさとを前に進めるどころか、どんどんですね、評判を落としていると思います。それが知事がやっていくその付託に応えていることになっていると思いますか。すでに付託に応えられていなくて、そこはもう辞職するしかないんじゃないでしょうか。今でもその付託に自分が答えていると思いますか。その言葉に、最初に言った言葉に、ふるさとを少しでも良くする、そして兵庫を前に進める、それができていると今思うんでしょうか。今の状況を考えれば十分できていないという指摘もあるかもしれないですし、私自身もそこはまだまだ厳しい状況だというふうに思っています。だけども私自身は厳しい状況ですけど、付託をいただいた立場としてしっかりやっていきたいという思いでいます。そのしっかりやっていくという話ですけど、先ほどは地方自治法のお話が出ていたので、その点からお聞きしたいんですけれども、知事、この3年前の知事選でも地方自治法、総務省の職員としてですね、20年近くやってきたということをおっしゃってました。ですから地方自治法は一番よくご存知だと思いますけれども、二元代表制でですね、そして知事部局、知事には予算提出権という強大な権限があります。それに対して議会はチェックするという役割です。議会ができるのは今回で言えば不信任もそうですし、そして知事は先ほど来県民の生活を前に進めると言ってますけれども、
これから補正予算案もありますし、予算も通らなくなれば、議会としては、まあ、不信任は出せますし、同時に予算の否決もできるわけですよね。その後、歳費とかいろいろありますけれども、基本的に86人の県議会議員が知事にノーを突きつけたら、県政は前に進みません。それが地方自治法の精神です。それでも知事は辞職しないんですか。それが県民のためになるんですか。まあ、今回の9月議会も物価対策含めて予算を提出させていただくということを予定します。私の政治姿勢とか、まあ、そういったものへの厳しいご指摘は受け止めますけれども、一方で必要な予算、それから必要な事業というのは、やはりここは是々非々で議論をしていくということが大事だと思います。是々非々といっても議会が否決すれば何も進みません。今事業が進んでますとおっしゃってますけれども、それはすでにその議会が可決している今年度の当初予算だから進んでいるわけで、これからの補正予算や来年度予算はもう進みません。それでも県政を前に進められるというんですか。なぜそれでももう知事としてですね、県議会が全員反対すれば何も進まないのに、なぜ総務省でそれを全部地方自治法をご存知の斉藤さんはそれでもやめないというんでしょうか。事業とか必要な予算というのは、やはりその県民の皆さんにとってなぜ必要か、どうしてこれを今やらないとかということを、まあ、きちっと知事側と議会側で話をしながら、やっぱりこう議決に向けて持っていくものですので、そこはこれからもこれまでもやっぱやっていくということが大事だと思います、ね、ですから話がもうできない状況になったわけですけれども、辞職要求をされるということはもう異常な状況なわけですが、知事は辞職要求をされても県議会側と話ができて予算を通したり法律を通したりできると思っているんでしょうか。それは総務官僚、元総務官僚としてもそう思うんでしょうか。必要な予算とかそういった事業についてはやっぱり県議会側も、まあ、これはやっぱりいるよねと、やるべきだよねということはご理解いただけると思いますね。理解されると思っているんですか。それは我々がしっかり説明をして、そしてこの事業はこのタイミングでやっぱやらなきゃいけないということを説明をして、そして議決をいただけるように持っていきたいということです、ね、議会はこれからおそらく不信任決議に行くでしょうけれども、そして知事もよくご存知の通り、それでたとえ解散をしても、それは県議会は去年やったばっかりですから、また県議会選やりたくないと思っている人が多いでしょうが、また県議会は戻ってきます。そうすれば必ず知事は失職することになると思います。それが知事は地方自治の専門家ですから分かっていて、なぜそこで時間を空費して県民の生活を前に進めるんじゃないんですか。それをご自身のエゴのために時間を空費して県民に迷惑をかけるんでしょうか。それが斉藤さんのやりたいことですか。私としては一つ一つの業務をしっかりやっていくということが大事だと思っています。